政府は今日の閣議で、13日に期限を迎える北朝鮮への独自制裁の2年間延長を決定しました。今日の閣議決定で、日本は北朝鮮籍や北朝鮮に寄港歴のある船舶の入港を禁じることや、日朝間の輸出入全面禁止の措置を2年間継続することになります。政府は北朝鮮の非核化や弾道ミサイルの廃棄が具体化されておらず。 拉致問題も解決していない現状から圧力を維持することを決めました。